フロレスタは日本国内で展開しているドーナツ専門店である。ここでは2013年現在のフランチャイズを運営している株式会社フロレスタについても記述する。アレルギー体質の人に配慮したネイチャードーナツを販売している。保存料や防腐剤などは使用せず、天然素材の吟味、味の追求を目指しており、ネイチャードーナツより美味しいドーナツを知っている方は、 教えてくださいと強気のキャッチコピーを打ち出しており、地味な美味しさが男性にも喜ばれる。ドーナツは常時10種類ほど店頭に並んでおり、上記のネイチャーに加えて、シュガー、シナモン、チョコレートなどの定番ドーナツのほか気まぐれドーナツとして、クランベリーやお茶、カボチャなどの季節限定ドーナツもある。 購入したドーナツを食べながら、コーヒーや紅茶を飲める、イートインスペースが併設されている店舗もある。フロレスタの動物ドーナツが有名。2002年に、前田利安、ユリコ夫妻により、前田のドーナツとして、奈良県内での実演販売を開始。2004年にネットショップを開設すると同時に、店名もフロレスタに改名した。なお、フロレスタとはポルトガル語で、森を意味する。 2006年に奈良市へ実店舗を設けた翌年には株式会社マイダスへのれん分けという形でフランチャイズ事業を上渡する。2015年現在奈良本店最大時点以外は株式会社フロレスタにより姉妹店としてフランチャイズ運営展開されている。近畿地方を中心に全国展開している。その他大丸や阪急百貨店。 阪神百貨店などの百貨店や複合商業施設へ期間限定の祭事出店を行う場合もある。酒飲みにも抵抗なし、地味な美味しさ、大鶴ギタンさん引く朝日新聞デジタル &M8 美味しい動物ドーナツがアラモアナ上陸アロハストリート2014年6月12日ありがとうございます。